ショータイム。二等兵の友人はです。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、こちら、うん、坪田信孝さんの人間は9タイプ、仕事と対人関係がはかどる人間説明書を、読みましてですね、タイプ8のところで、まあ、基本1はこんなタイプです、2はこんなタイプです、っていう話の中で、急にこのタイプ8のところで、コラムっていうのが差し込まれていて、その中で、その恐ろしい人っていうのが出てくるんですね。で、基本このタイプ8って、その、まあ、統率者ってここでは書かれてるんですけど、まあ、僕の中でもその親分肌で義理人情に熱い人っていうイメージなんですが、統率者タイプの悪性進化版みたいなところで恐ろしい人っていうのが出てくるんですね。で、現実にはかなり少ないんですけど邪悪な人、まあ、この中では恐ろしい人と言い換えますって書いてるんですけど、もともとはあの、まあ、本にもなっていた平気で嘘をつく人たちっていうのがあって、その中の描写で一躍有名になった人たちですと。この平気で嘘をつく人たちっていう内容を坪田さんが解釈して発展すると、まあ、このタイプ8の悪性進化版、恐ろしい人で、特徴とは、1、一見どこにでもいる普通の人、2、その人は自分には欠点がないと思い込んでいる、3、他者をスケープゴート、まあ、身代わりにして責任を転嫁する、4、自分への批判に対しては過剰なまでの拒否反応を示す、5、立派な体面や自己像に強い関心を抱いている、6、他者の意見には聞く耳を持たない、7、自分は選ばれた優秀な人間だと思い込んでいる、8、他者に善人だと思われることを強く望む、っていうのがあって、まあ、この人は、外面がいいで政治力に長けていて、例えば、最近見たニュースで、ある、ケーキ屋さんの子が、若い子が上司から、お前は何を作ってんだ、動物の餌でも作ってんのか、みたいな叱責を執拗に受けて、その、まあ、その子が、まあ、自ら命を、みたいなニュースを見たときに、多分そういう上司のことなんだろうなって思ったんですね、ちょうど読んでいた時だったので。で、この人は、まあ、外面が良くて政治力もあって、例えば今回の例で言うと、怒られてる方のことを不当に、そして理不尽なぐらいに糾弾しますと、この人が周囲にたくさん人がいる中で長時間罵倒するとか罵る、その時もいかにこの人が無能で無力、ケーキ屋なのに餌作ってんのみたいな、でそれによってどんだけ俺に迷惑かけてんだよっていうことをやったり、いつまで死ぬぐいさせんのっていうことを繰り返し述べて、これは洗脳の手法ですよと、いかにあなたが無力かっていうのを必要なまでに言う、でその代わりこの人たちは自分の非は一切認めない、例えば追い込まれると論点をずらす、自分がかわいそうな生い立ちなんだよとか、体調が悪い中俺はいつも頑張っているとか、え、そんな俺なのに攻撃してくんの、みたいなことを言いますと、で最初のうちは周りからこの人は良い人、とても頼りになる人だって見えてるんだが、そんなペースに巻き込まれて周りも病んでく、周りも同じようにこの人たち、この人はすごいんだみたいなってなっていくよと。でもしかこの人の下になってしまった場合、ダメなのは自分、最低な部下だ、
って思い込まされてしまうと、うん、でまたこの人がうまいのは何か言ったら分かるんだ、うん、バカかみたいなことを言いながら、うん、しばらく経つと、うん、お前のこと思ってんだよ、うんうん、っていう怪獣がまたとてもうまいと、うん、要は飴とムチの使い方が洗脳を心得ているタイプらしいんですね、うんうん、で自尊心を徹底的にくじいて、うん、頼りになるのは俺だけっていう依存させようとしてくると、うんうんうん、でこんなタイプを早く気づくポイントがありますと、うん、それはこんな人は3年から5年以上の付き合いのある関係性があるかどうかを、まあ、聞くことですって書いてあるんですけど、なかなか聞くのは難しいかもしれない。ただそれはそのこういう人っていうのは、まあ、周りに3年から5年耐えられるだけの人間関係を築けないっていう人なので、3年5年周期で環境を変えているケースがとても多いと。なのでその一定期間入れない人っていうのはもしかしたらそうかもしれない。でまたこの人の特徴としては、前にいた集団のことをいかに無力だったか無能だったかっていうのを説いている。要は俺は悪くない、ダメなのは周り、あいつらが悪い、あいつらが悪い、前にいたところも無能だったからさ離れたんだよとかでやってる可能性が高いですよと。なんでそのビジネス関係でも長期間取引する相手がいなくなるとか、小中高からの友達が一切関係がないみたいな。体調あります？小中は微妙ですね。高校はまあなんとか。ああ、ちょっとまあ僕で言うと、まあ地元がここっていう情けない感じでもあるので、あでもあの幼稚園の時、あ幼稚園からの友達、友達っていう人が来ましたしね。はい、今でもだからそうですね、40年以上の40年以上、はい、っていうこういう恐ろしい人に会った時にどうすればいいかっていう対処法も書いてあります。坪田さんありがとうございます、はい、それは逃げることです。逃げること、まあ逃げるのがなかなか難しいんですけどね。要は会社だったらあなたが鬱になる可能性が高いので転職した方がいいでしょう。まあ、確かに先ほど挙げた例、うん、ケーキ屋さんで、うん、あの動物の餌作ってんのか、うん、っていうとこだと、うん、本当に、うん、あのそこは結局、うん、パワハラを認めたんですね。あ、はい、なんでまあ企業としては、うん、まあ、認めた点は、まあ、認めざるを得ないですよね。そうですね、企業としては、はい、むしろ、はい、なんで壊れる前に転職しましょうと、うん、また恋人だった場合はすぐに別れてくださいと、うんうんうん、要は共依存という相手に必要とされることを自己評価の拠り所として、うん、特定の人間関係にひどく依存した不健全な状態になっていることも多いですよと、うんうん、要はなんかそのよく殴られる女性は毎回同じような人と付き合うみたいなことって言うじゃないですか、うんうん、いやそれって本当に必要ですかと、まあ、殴られるとは思ってないから付き合うんじゃないですかね。でも要はなんか、まあ、依存じゃない、統率者じゃないですか、はい、だから多分一見すごい人なんだと思うんですよ。俺についてこい、頼りがいのある人がより支配を強めていくとそうなってくるってとこですよね、きっと。そうですね、うん、でまあこうした人とはもう論戦するのも無駄と、うんうん、君子危うきに近寄らずで逃げましょうっていうのが書いてあって、うん、あもうまさしくだなって、うんうん、だから本当にあのこの自ら命をみたいなケースはもう一刻も早く逃げてと思うんですよ、うんうん、そう僕の特養座ですよ。あ、距離を距離を。ただまあなんか気持ち、うん、その自分もその不眠症になるぐらい悩んでも、うん、
ぱ辞めれなかった時期はあるんですね、会社を、うんうん、まあ、それでいいのかって思う部分あるじゃないですか、辞めてしまっていいのかとか、そうそうそう、はい、仕事を辞める次があるのかとか、はい、なんかそういう次に行ってもまたそこでも同じことに合うんじゃないかとか、はいはい、なんかいろいろ考えて辞めれないみたいな、ありますよね、うん、でも、まあ、まあいろんな人が言ってますけど、うん、まあ我々のチャンネル日本の方ばっかりなので聞いてらっしゃる方が、日本で仕事を辞めて食いっぱぐれるとか死に直結するようなことってなかなかないですよね。なかなかないけど難しいんじゃないですか。なるほど。ケーキ屋さんでした、はい、デザート、まあそうですね、はい、デザート、はい、パティシエになろうと思ってそこに入ったけど、はいはい、辞めてパティシエになれるのか。生きていくだけだったら多分仕事はいっぱいあるんですよ、はい、だけど有名なお店とかだったらここを辞めたらみたいな、どっかでパートするしかないみたいな。でもそれはなんか命のと天秤でどうなのって思ったりするんですよね、うんうん、まあ、それはまあ普通に思えばそうですよね、うん、あ普通に思えばね、そうそう、あだから洗脳されてしまうと、うん、なんで洗脳されるってことは多分暴言だけじゃないと思うんですよ。お前が悪いんだ、はい、っていうところがこう身についてる感じじゃないですか、はい、お前が悪いなんてないですけどね、うん、だけどこうやって怒られたりする暴言吐かれたりするのも、はい、お前が悪いんだからねっていうのを言われればそんなことねえよって思うけど、はい、それが身についてるから辛くなるんじゃないかなっていう、はい、自分も自分が悪いからこうやって言われてるんだって思ってるじゃないかな、そういう心理状況に追い込まれてるよ。どうやってやったらこのブロック、うん、ブレーキ、うん、なんか外せるんですかね。僕はいいんだよみたいな自己肯定自己肯定感がまあ低くして、低くされていくわけじゃないですか。低くされていく。だからまあこういうのを知っておくことなんじゃないですか、はい、あこの人はあのこの本に出てきたこのタイプの人だ、あ恐ろしい人だよと、恐ろしい人だ、はい、で知ったらこの人はそうだと思ったら逃げるみたいなのを洗脳される前に逃げとかないと、洗脳された後だとなかなか逃げづらい。ああそういう人がいるって知ってればね。そうそうそう、はい、うん、そうだからもう一方的に、もしかあなたの周りで一方的に攻撃してくる人がいたら、うんうんうん、その恐ろしい人、うんうん、邪悪な人ですね。邪悪な人の可能性は高いよっていうことですね、うんうん、はい、支配しようとしてますよっていう、はい、で対処法は逃げる、うん、逃げる、はい、うん、まあ、逃げるが勝ちとも言いますし、うん、距離を取って、はい、うん、っていうところで、はい、まあ、こうした情報も発信していければと思っております、うん、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。